はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきます。では頂上決戦の今回選択、チャレンジねやっていきましょう。さあ押しましたよ、センチャレ。マイコプラズマさん、マイコプラズマってあれやね、なんか肺炎のあれっすよね、ウイルスの名前やったかな、そんな感じやったと思うんですけど、なんか一時流行ったよね、マイコプラズマ肺炎みたいな。セスとネームレス、暴走が来てるか。セスにしようかな。セスにします。防御型として非常に優秀なんで、セスはちょっと癖あるけどね。向こうシェンとクリザリッド、シェン、クリザリッド、ゲーニッツですね。でネームレスか。こっちが K ダッシュと、アテナね。で先制取ったかな、忘れたまーた忘れた。トラはトラ系ダッシュか、微妙やな。ヘビはアテナですけど、トラ系ダッシュ、これわかんねえ。このシコンはダメなんで、バネッサと、セスはバネッサのパッシブにも対応してるよね。ネスツーパー。まあ、これでいこうかな、でも。先生どっちやったかな、あ、取ってるわ。取ってるし、暴走スキル出た。いいね。さあ、ボディボディボディ。うん。ラッキーは瀕死。これはラッキー下げたとしても次調整して結構行きやすい感じになってるな。まあ、クラウザーがスキル出てほしくないけどね。あ、めまいした、ジョー。ブリッツボール出てるね。あー、ここで暴走よりスキルが欲しかった。ただこれチンが使ってきたら後ろゲージ全員溜まるんですけどね。使うかな？使うかどうかっていうところですけど。ラッキーはあれですよね。一旦じゃゲージ溜まらないよね。さあ、チンは、どうかな。このまま来て、チンは使う。ラッキーは使えないね。これは、ジョーはやられないな。デスダンク。ブリッツボール出てるか。今の出てほしくなかったね。これはこういこうか。で、先に、当然バネッサからか。この暴走でチンを倒せるかどうか微妙やな。倒したいな、これは。いやー無理か。一撃で倒したいんですけどね。ワンパンで。クリティカル。あー、そしたらもうこれヒナコ使うしかない。で、ここゲーニッツ倒しておきましょうかね。ゲーニッツ倒しておきましょう。ゲーニッツは倒しながら、クラウザーの怒りダウン。3体倒して。ただこれ全滅にちょっと注意せなあかんですね。調整されたら、ちょっとやばい感じもしてる。シェンと、クリザリッドですよね。シェン、クリザ、あー、調整してきますよね、やっぱり。ヒナコ、ゲージ溜まれ。あー、ゲージ溜まった。お、これはシェン、クリザか。ちょっと待てよ。シェン、クリザと、このでもね、ビッグは、あ、怒りダウンできるね、これは。怒りダウンできるから、ワンチャン倒されへんかな。無理か、倒すのはさすがに。さあ、ボディボディ、ボディボディじゃない。復活してる。うわー、全滅取れてた。クラウザ復活してやがる。これでもう出てくるキャラで全部なんですけど、クラウザが復活しましたね。ネームレスクリザ。いやー、これ全滅ちゃうん、こっち。どうかな。ヒナコがガードしてくれたらいいんですけどね。ヒナコガードあるかな。さあ、ガード。ガード。うん。うおー、ガードしても厳しいか。いやー、厳しいな。負けたな、これ。負けたわ。ああ、ゲーニッツにしてやられた。ゲーニッツにしてやられましたね。いや、ジョーとか、バネッサ前に出したらワンチャンあったかな？クラウザゲージ溜まってないの？いやー、やられたな、ゲーニッツに。厳しかったよね。さっきのターンででもクリザ警戒して前に出してもよかったんですけど、まあ、結局そうしてもね、それはそれでまた調整されるんでね。なので、ちょっと、微妙やったかな。まあ、ゲーニッツ倒しに行くよりも、やっぱ、調整して、こっちも。クラウザを調整したらよかったね、あのターンで。さあ、先制取りましたね。次こそ、先制を覚えとかなあかん。ピオリとモモコ取りましょう。さあ、ネギ、ボーズ、コロスケさん。これは、ラルフか。防御型のラルフ取っとこう。最後、これありんですね。さあ、ネームレスと、セスね。さっきセスな出したかったな、やっぱり。セスの出しどころがね、なかったんで。うわー、これ選ばれたキャラが非常にやばい。アテナとかクリス、キング、ゼロっすよね。先制は取ってる。そしたら、リン置いて。
防御が0しかいないんか、ラルフ以外やと。アテナ置いとこう。クリスも置くんですけど、これどうすっかな、キングか。こういこうか。まあ、アテナは捨てる感じでいきましょうか。これでいって、セスがね、厄介やな。このナコルルはもう叩いていきます。ナコルル叩いて、セスが厄介ですね。やっぱ硬いんでね。硬いし、めまいしたら回復しよるからね。さあ、ナコルルは使ってくる。このアテナはやられますよね。めっちゃ減るやん。クリスめっちゃ減った。さあ、アテナはやられる。セスがゲージ溜まってるね、これで。ゼロ。セスはどこに飛ぶかな、まあ、一応調整しましょうか。クリス一体出しで。わあ、リンがスキル出ない。2ターン連続で出ない。出てほしいけどね、リン。さあ、クリス調整していく。ビリー使うかな。ビリーは使わない。そしたらクリスやられるんじゃない。クリスは微妙にやられてますね。あ、復活せんでいいのにな、これ。復活しちゃったっていう感じか。どうそっかな。ゼロか。ネームレス、螺旋溜まってるよね。まあ、ゼロで行くしかないか、ここは。クリス復活、本当にいらんな。どうしようかな。まあ、ここに置いとこうか、クリスは。で、スキル弱いんやって、もうさっきから。マジでスキルが弱い。もう少し出てほしいな。ネームレスゲージ溜まってるんで、こっち叩こう。さあ、ダブルストライク。あー、沈黙ないか。クリスは無駄に復活しましたね。さあ、セスを前にして。セスの必殺がゼロに飛んできてほしいけど、どうかな。螺旋。ガード。よし、ガード。さあ、セスは2分の1で飛んできますが、おお、ガードいいよ。さあ、どっちだ。前、前、前。よし、ガード。ガードないー。ガードなかった。めっちゃ減った。なんかクリティカルめっちゃ出てる。うわー、ゼロでワンパン。マジっすか。ゼロでワンパン痛いな。どうすっかな、これ。イオリで一気に行くか。イオリ、キング、ラルフ。うわぁ、どう、もうラルフしかないか。これで行きましょう。先にまずイオリから。さあ、行け。もうここはセスを、倒しに行きたい。セス、勝てよ、これ。やばいんちゃうん、これ。うわ、単体 2回ぶつけても全然ダメージない。うわ、マジか、これ、セス。こんな硬かったっけ、このキャラ。全然や。ラルフをね、クリスとかにぶつけたかったんですけどね。全然うまいこといかんかった。もうこれはネームレス叩いていこう。さあ、毒を入れていきます。めっちゃ硬いやん、セス。やばいな、これ。これはもうほんまにやばいね。さあ、マチュア。マチュアはラルフに飛んでくる。使う順番にもよるけどね。先に使うならラルフ。さあ、D マグナム。ラルフ耐えろよ。よし。一応一撃は耐えた。で、ここはキングやられるかな。キング防御力なさすぎやろ、マジで。これリン出すしかないよね、もう。リンを出すしかない。モモコは使って。もうリンのスキル、これ一回だけちゃうの出たの。ほんまに出えへんな、スキルが。スキルが全く出ない。これはヘビーリー倒す方がいいか、それともネームレス叩きに行くか。どっちがいいかな。いや、ヘビーリー倒そう。倒します。多分ネームレスね、今のガードされて生き残ったんですよね。そしたらヘビー D が次ゲージたまりかけてたんで、それはそれでやばいんで。うわ、耐性入ってないわ。いやー、忍者厳しいか。耐性入った。耐性入ったけど、これネームレスゲージ溜まってないと思ったんですけどね。溜まってたか。これはやばいなー。桃子出すしかないよね。さあ、めまいしてくれ、青い花。めまい、ないんか。やばいやばい。オロクリワーゲージ溜まってるかな。うわ、溜まるの。マジっすか。ゲージ溜まるんか。ネームレスはでも次のターン、毒でやられますよね。どうなるかな。ここでネームレス倒すんですけど。で、オロクリのまま来るよね。おそらく。あ、そっち来た。ワンパンできひんかな、八乙女で。さあ、どう？あー、怒りダウンしたよ。もう最悪、これ。最悪。ほらー、これ八乙女ぶつけてたら勝ってたんちゃうの。もうえぐいって、これ。生きてる。お、スキルワンチャンある。クリティカルとかで次第でワンチャンあるか。クリティカル、うおー、やばいって今の。やばいやばいやばい、マジでやばい。
最後の接戦やばかったな今の。めまいからクリティカルから何もかも、ほんまに接戦のなんかあれですね、接戦の素材になりましたね。いや今のはやばかったね。ネームレスにすごい苦戦したけど、なんとかイオリがやってくれたね。八乙女、まああれ順番的にあのクリス前に出されてたら完全に負けてたんですけど、ジョンを前に出してくれて助かったの。こっちは八乙女で一撃で倒せたんで、最後ね青い花スキル出てなかった時点で負けですけど、まあ、それも出てくれて、さらにクリティカルが出たんで、なんとか接戦をね制することができました。いやほんと危なかったっす。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。